それでは、ちいちいさんの、フォアハンドを、見ていただいたんですけども、ここが気になるというか、ここを直したいというところがあるので、最後、お伝えしていきます。これは、ちいちいさんには、伝えたんですけども、皆さんも練習する上で、なってる方いるんじゃないかなと思うので、参考にしていただければ。テイクバック完了の時に、こういう風にやってみてほしいなっていうのが、こういう状態です。左の手がコート右に伸びてて、ラケットが、だいたい45度程度倒れて、後ろ向きの面が見えるよ。後ろ向きに打つ面が見えるよっていう状態だとします。で、この時の手先の状態っていうのは、言葉で言うと、海内って言って、肘から先、手首を内側にぐるっとこう回してる、内回しと、背屈って言って、甲側に折る状態。で、頭屈って言って、親指に折る状態。これを混ぜたような状態に、テイクバック完了したい。で、その時に、ラケットの向き、傾きだったり、打球面の向きしか考えてないと、この手先が作れない場合があります。これっていうのは、例えば、深くこうテイクバックしました。これ、今深い。右の腕がこっちに来るぐらい深く引いてるとして、この状態で、じゃあラケットをじゃあ45度倒して、後ろ向き作ろうかなと思うと、この海内、背屈、頭屈っていうさっき言った状態になりやすい。だけどこれが、もしここじゃなくて、ここで作った場合、これ体横向いてるんですけど、前に習いをしたような感じで、右腕が浅い状態で、でもラケット面は後ろ向き、45度ぐらい倒そうかなと思うと、これって手首の状態が変わりました。こういう状態でした。わかりにくいと思うんですけども。やってみるとわかります。どうなるかっていうと、尺屈って言って、小指の方に折れて、海内背屈っていうのはやってるんですけど、こういう状態。こうなると手首の状態違うので、その後がいろいろ変わっちゃう。一本の棒みたいになったりとか。はい。で、ちいちいさんがなった現象っていうのは何かっていうと、こうさせたいなと思った時に、このラケットのこの形を作った時に、ちいちいさんはこれをすごく上に上げました。手を上に上げたことによって、皆さんによっては今、じゃラケットがじゃ45度ぐらい傾いてて、後ろ向き見えてるとしたら、これ僕の手首ってどうなってるかっていうと、こうなってる。これ、本当は、こうです。こうしたい。背屈、頭屈、海内っていう状態にしたいんですけど、ちいちいさんのもし手の高さだったら、こうなるはずです。でも、これがこうなってるのは、手首を調整して、でもこのラケットの傾きしたいなと思ってこうなってる。で、それが安定せずに、こうなってすることになりました。小屈、平側に折りすぎて、こうなったりすることも、映像の中にあると思うんですよ。それっていうのが、ちいちいさんが起きてしまった現象なので、あくまでも考えてほしいのは、ラケットがこういう感じなんだなーっていうのも、もちろん意識したい。もう一番見やすいとこ。見やすいなとこなんだけど、それをしようとして、手の場所が変わると、手首の形まで変わってしまうので、あくまでもこれぐらいを目安に、練習してみていただければと思います。はい。とにかくこの手先の状態っていうのが、その後のスイングに大きく関わってくるところなので、皆さんが練習する上で、注意をしていただければと思います。はい。これは、ちいちいさんにもお話したんですけども、改めてこうやって、記録として残しておこうと思います。はい。そんな感じで、終わります。ありがとうございました。